はいどうも、カードショップ山本への山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、ディミアデッキ破壊ということで、デッキ破壊シリーズ第3弾ですね。はい、今回ディミアで、ね、特徴的なのは岩式の収集を4枚入れています。はい、あとはまあ、序盤半デスト除去でしのぎながら、まあ、リリアナにつなげて、最終コトセにつなげていくと。まあ、その間ね、石の脳で相手のライブラリー、キーカード抜いていくと。で、まあ、赤タンとか相手用にシェオル一応ね、2枚入ってます。はい、まあ、早速ね、これでやっていきましょう。はい、プレイ。対戦相手先行、どういきましょうか。さあ先日の遁走、まあ否認か。石の脳をセットできていればだいぶ違ったんでしょうけど。ああ、なるほど。じゃあ石の脳、死因がありましたか。まあでもインサム症も使わせたいんですよね。さあ、シェオル。さあ、石の脳。さあ、のど首狙い。え？ちょっと落とせ。さあこれでもうほぼほぼ勝ちでしょ。まずハンド捨てに捨てさせに行きます。リリアナ捨てます。多分もう向こう処理できないと思うんですよ。
さあ、まず傲慢な陣をいただきます。あとはトレリアの恐怖抜けたら多分もう終わりかな。これで相手のハンドがたまることがないんで、消費させていこう。おお、知識の流れ最近採用されてる方多いですね。おお、こんな溜まり方すると思わんかった、びっくりだ。すっげえ。ドロースペル潰したろう。これが何枚目？ 2 枚目？あと2体はいるか。というかもう引いてるやろな、さすがに。墓地がえぐいことになった。それを打つときついんじゃない？あと1枚になった。
はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行、ハンドがハンデスしかない。お、これはでもチャンスか、エンチャントデッキか。ん、何追放された、あ、これか。婚礼の発表の方がちょっと今嫌かな。さあこっからですね、お互いハンドが全部土地になるっていう。うん、土地以外引いてきました。おーい、もうほんとさ、引き悪すぎるやろ。もうまだ今ハンデスしか引いてないぞ。これは厳しすぎん。こいつ暴れ始めたらもうどうしようもないぞ。びっくりするぐらいきつい。まあでももうシェオル出して、ただ栄眼城のねこの4点ダメージがあるから何もできないんだ。この2点回復と2点ダメージでね、なんとかしのいでいきたいのに、それすら許してくれん。引きいいですね向こう。さらに刺激ですか、容赦ないな、この引きの強さ。さあセラの魔法、まあ、どつかれるのは多少仕方ないとしても、これはありがたいね。先に殴ってこられるとめんどくさかったんですけど。あ、これが今2点いるのかな。さあブロックしない。
あ、のど首狙い、まあ、ちょっとここはさすがに倒しておきます。ターン終了。まあ、ブロックはしないですね。さあ、乱式の収集。ハンド見ましょうか。まあラッキーっす。これでもブリンクされてたら相手のところに戻ったんじゃないの。あ、この刺激がめっちゃいいタイミングできたね。そう、もう1点ずつだったらもう OK よ。ターン終了。サブロック。サダック。さあ、婚礼の発表を追放していく。ターン終了。さあ、婚礼の発表。乱式の収集。サタック。ターン終了。
さあ、あと神聖なる憑依早く追放したいですね。さあ、岩石の収集。さあ、トカシアの歓喜。さあ、アタック。さあ、終了。さあ、ブロック。さあ、アタック。あ、違うわ。トカシアの関係あるから一体で殴った方がよかったね。さあ、強くなった。うー、ややこしいの来ましたね。それはややこしいな。さあ、リビアの。ターン終了。ゴーゴーになってくれたのはありがたいな。さあ、ブロック。ターン終了。これは厄介だな。一体ただで、ありがたい。It's no fun when they hit back. Domino in the shadow.
always hated crowds. ギリギリの戦いですね。サニタイでアタック。摂取。これは会心ですね。めっちゃでかい今のは。しかし66になってしまうのか。動くしないですね。よし、これでもう勝ちですね。さあ、ダック。さあ、冥府の掌握。ターン終了。犬戻してきますか。うん、違った。さあ、だっはい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。さあ土地出していきましょう。さあ石の脳エンチャントデッキかな。何のデッキだろう。これはハントか、分かんないんで。さあリリアナハンド捨てさせましょうか。エンチャントデッキですね。エンチャントなのにラフィーン入ってんだ。力戦の束縛とかなんかそこら辺も入ってそうな感じしますね。さあ、摂取。さあ、神のランちょっとねもう抜きたいっすね。ハンド潰すよりはクリーチャー潰しに行くか。次リリアナいますしね。
掘り起こしか。お、これは助かる。何を持ってきたか知らんけど、捨ててもらおう。あ、ズアーか。なかなか厳しいね、今のは。おお、これはいいですね。さあ、これでゾアいなくなった。なかなか厳しいな、おい。アイコンできてんな。スタン終了。最もやばいのどっちだ？さすがに聞き時期の放置ができない。ターン終了。力戦の束縛持ってきたような気がする。そんなことないか。力戦の束縛でしたね、やっぱり。暗式の収集。ほう、面白いね。ターン終了。
鎖国先と、このクリーチャーだけか。まあ目の前のこいつらどうにかしないと本当話にはならんけど。ターン終了。これはこっちの方がめっちゃ有利になった気がするんだけど、はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。デミアデッキ破壊ということで、デッキ破壊3つ目なんですけども、まあ、ディミアで、この岩石の収集でさらに相手のね、デッキを潰しに行く動きができるようにしてみました。岩石の収集非常にね、いいカードなんで、使い勝手はいいんですけども、まあ、バランスちょっと難しいかな。あんまり横並びされると、しんどかったり、特に高校の時ちょっとしんどかったりするね。だからもうちょっと除去足したりしたいかな。まあ、どのデッキをメタルかによってくるとは思うんですけど。はい。まあ、そんな感じで、デッキを破壊するのがね、好きな方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。